皆さんこんにちは。真実を語る黒子です。皆様今月は黒子のチャンネル2周年ということで様々なゲストをお招きしておりますが、本日もスペシャルゲストをお招きしております。都市ボーイズの早瀬さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。おめでとうございます、2周年。いや、ありがとうございます。もう、早瀬さん、岸本さんにはもう本当におんぶに抱っこで、このチャンネル開設当初から、いろいろなことでお世話になっておりますが、今回も2周年ということで、お声掛けをさせていただきましたところ、お忙しい中ですね、こうして撮影をさせていただいているわけでございます。早瀬さん、いつもありがとうございます。こちらこそ、でもなんか、僕は本当に最初に、ちょっとお手伝いしただけで、そこからもう全部黒子さんと幼いさんで二人でもって頑張ってることだから、全然もうそこはもう全く僕はもう関係ないし、ノータッチなので、まあ、ご自身たちが頑張られてるんで、そこも全然もう感謝がどうこうなんてもうなくていいですよ。いや、とんでもないです。今日もですよ、撮影時点では、大人気の呪物展のこの期間中のお忙しいところですね、時間を縫ってご出演いただいているわけなんですが、もう30万人も突破されたということで、おめでとうございます。おはようございます。30万人ね。まあ、いつ行くか、いつ行くかで、いつ行くかでしたね。いや、行ったのもう、行ったんですけども、いや、30万人ってこう想像もつかないですけれども、まあやっぱ、としぼりさんはもうさすがだなと、40、50と気づいたらもう行っているという状況になっていくんだろうなと、指を加えて見ているわけでございますが、黒子もですね、2周年という、時間を過ごさせていただきまして、少しずつ、まあ、形になってきたというか、板についてまいりましたが、今日もですね、早速、林さんにいろいろお勉強させていただきたいと思います。では、お話伺っていきましょう。よろしくお願いします。お願いします。この話、でも話したいっていうか、その聞いてほしいな、話したけど聞いてほしいなっていう話で、うちのね、結婚してても奥さんがいて、その奥さんが、東京都出身なんですよね。ほんで、東京都出身で今も東京に住んでるから、お友達とかがまだいるんですよ。その中で長い付き合いの中で、ちょっと聞いてほしい話があると、あんたの旦那ってちょっと怖いもの集めてるよねって言うんですよ。集めてるよ、話聞こうかって言って聞いたんですよ、この話を。っていうのも、その女性というのは、精神的にちょっと障害を負っている方々っていうのが、家の中でね、面倒見られないからということで、ある施設みたいなところで、生活しているんですよね。その中で、その同級生のお友達っていうのは、そこで働かれて、スタッフさんとして働かれているんですよ。やっぱりそのお仕事が結構きついんですけど、やりがいもあると。その中で、ちょっと恐ろしいことが起きたんです。って言うんですよ。どんなことですかって僕もその席入っていろいろ話を聞くんですよ。そしたらばその中で、ある、日にですね、新しい入館者が来られる。で、その方っていうのが、話しても普通に頭いいんですよ。彼女の言葉を借りると、私よりも頭が良くって、なぜここにいるのかがわかんない。今まで会ったことないぐらい頭が良くって、パッとちゃんと物を喋るし、かつ結構暴力的な人が多いらしいんですよ。すべての人じゃなくって中には。なぜそういう素振りもなく、別に家にいりゃいいじゃないって思うんですよね。なんでなんだろうと。で、結構年配の人なんですけど、例えばですけどこういうとこじゃなく、老人ホームだとか、そういうとこじゃないんだ。話をしながら、でも話していく中で話を聞くと、なんか自分は実はもともと医者なんだよって言うんですよ。だから僕は医者で、なおかつちょっと頭もね、ボケているんだと。だから、ここに、なんかお世話になるんだけれども、だからね、ここに今いる、人たちと、スタッフさんの間に立てると思うんだよね。で、僕もいろいろ考えるんだよと。だから、今日はね、ずっと世話をしてもらってるから、あなたたちにも恩返しをしたいし、この横並びの部屋にいるみんなにも恩返しをしたいから、ちょっと僕考えてきたんだけれども、それやらせてもらっていい？どんなことですか？もし自分たちでご協力できることがあれば、私たちもお手伝いしますよって言ったら、じゃあ、その人たちっていうのはね、いつここを出て家に帰れるかわからないから、それもあるから未来が見えないからイライラしたりとか、みんなにちょっと当たったりするんだよと、本当はもともと優しい人たちなんだと。だから少し先の未来を思い描いてみないかいっていうご提案だよ。僕がね、箱と紙を用意するから、ペン用意してくれない？ってペン持ってたら自分気づけちゃうかもしれないから、ペンがないんですよ。
部屋に。だから、ペンを用意してくれないかって、そのペンでみんなにね、僕ちゃんと見てるから、見てる前で、紙にね、少し先の将来のこういうことしたいなーっていう目標を書いてもらう。目標を書くとそれに向かってどんどん人は成長していく。だから、どんどん頭も回復していくと思うんだよと。今よりも絶対いい未来が来るはずだよって。だからやらせてくれないかって言って、あ、でも、まあその中で先生って言われてて、その人は。先生が言うなら、まあいいですよ。じゃあお願いねって言って、その人が用意した紙と、なんかね、ボックスみたいなの用意していて、で、その人が書いてもうて、それを入れるみたいなボックスの中に。で、その、先生と言われている、新しく書いたその人が見られないんですよ。で、ペンも用意してもらって、で、一室一室、本当にちゃんと通って、話を聞いて、で、書いてもらっていくんですよね。で、書いてもらってる時っていうのは、その目標を見られるのが恥ずかしいっていう人もいるから、二人っきりにさせてくれと。ただもう数分しかもらわないから大丈夫だよって言って、危ないことがあったら僕は止めるからと。で、かなり、まあ、頭もいいし、きちっとしてる人やからそこは信頼していて、書いてもうて、書いてもうて、書いてもうてで、全部の部屋書いてもらうんですよ。あ、じゃあこれ大丈夫だねって言って。で、みんな少し先の未来が見えてるから、これで大丈夫なはずだよ。実際に変化が起きるんですよね。今まで朝ごはん食べるときにご飯出したら絶対にそのお椀とかをパーンってぶちまけてた老人がきちんと自分でご飯を食べる。例えばだけれども運動とかそういうのしなきゃいけない。まあ普通にね部屋の中で体固まっちゃうから中庭があるんですけど、そこで運動しようって言ったときに、あ、しない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 しか言わない人がいる。だけれどもその日はちゃんと行ってラジオ体操朝からする。本当に少しずつ少しずつだけれどもいいように変わってるなって思う。だけれどもある日、事件が起きました。ある朝ですね、その施設に連絡が来る。何やろうと思ったら、お宅のところにいる〇〇さんが、ここから少し離れたところの陸橋で倒れて見つかってたよ。とか、あるマンションの前でベタっと倒れてるの見つかってるよとかっていうのが、ちょっと日は違うんですけど、一日の話じゃなくて、別日別日で見つかるんですよ。それっていうのが、柵があるんですよ。出られないように。普通の人間じゃ無理なんですけど、その柵よじ登って少しの隙間に体入れてそっから出てるんですよ。で2階から3階なんでそっから落ちて骨折れてるんですよ。足とか。なのにそのまま張っていって、ある、まあ、ちょっと高級な、マンションの前で倒れてるとこが見つかってる。で、陸橋のところは、その人も同じで、そこから飛び降りて、陸橋まで行って、陸橋のところで手をグッとついて、で、まあ、下道路ですけれども、そこをグッと眺めてる状態で見つかっているとか。あとは、足が悪くって、全く動けないっていう人が、なぜか夜中にわーっと大声を上げながら、施設内を走ってるんです。そんなこと普通に体の構造上無理やって言われてるんですよ。なのに走ってる。これ何なの？そっから、その夜っていうのは、そんなその広い施設じゃないので、一人か二人ぐらいで交代しながら巡回していくんですけど、ちゃんとじゃあ見ようっていうことで、何人かそこについてその日から回るんですけど。でもこの、そもそも、事件というか事故というかこういったものってどっから始まったんだろうと思ったら、そういう先生が書かせてそっからどんどん始まっていったよなぁと思って、ある人が急に先生のとこに行って、すみませんと、こんなことは聞きたくないんだけれども、あの人たちに何を書かしたんでしょうって言ったら、その人がやっとここまでたどり着いたね言ったらしいです。そこに奥さんの友達もいてて、何人かいてたんで、やっとここまでたどり着いたね、じゃあ僕もそろそろやらせてもらうよって箱をはいっと預けて、そのままその柵くって登って腹傷だらけになりながら落ちて亡くなるんですよ。ほんでその箱怖すぎて、ポッと落としちゃって、そのお友達はそこがショックでも、そのまま辞めちゃったんですよ。で、この話を聞かせてくれて、箱の中に
何が書かれてるのか、紙がね。とか、その奇妙なムーブをしていたその人たちっていうのはどこに何を信じてたんだろうと思って気になって、まあ施設はまだあるんで、僕そこ取材したんですよ。その人に口聞きしてもらって。で、まあ、院長なのかな、院長なのかな、まあ、わかんないです。まあ女性がいてて、その当時から働いているで、その人返して、その人も同席してもらって、で、3人で話すんですよ。ほんで話してたら、箱の中身っていうのは、やっぱり先生って言い方しなくて、あの男の人が、言ったように、お願い事が書かれていたと。例えば、院内を走り回っていた人、あの人は足が悪くて自由に動けないから走り回りたいって書いてあった。だから走り回った。で、飛び降りて、そのままあるマンション、高級マンションの前でベタっとなってた人、あれはマンションの警備員が見つけたのかな、確か。それか、前を歩いてる人が夜中に見つけたらしいんですけど、あれ実は、そのマンションの住人なんですよと。その人が何を書いてあったかっていうと、家族と会いたいって書いてあった。だから家族と会うために夜、這い出て、そこまで行ってる。で、立教でこうなってる人は、車が大好き、乗るのが大好きだった。車が見たいって書いてあった。だから、すごい交通量の多い、ちょっと離れたところの立教のところでこう手をかけたまま気を失っていた。だから、あの人が書かせたものが強制的にそうなってるんですと。ほな、その箱をもともと用意した、紙を用意したあの人が、じゃあ僕もそろそろって飛び降りた。それをなんて書いてあったんですかって言ったら、死にたいって。もう嫌だって書いてあったっつって。だから全部その紙の通りになっていて、私らもそういう世界を信じてないんだけれども、恐ろしすぎるって言うんですよ。で、あともう一個、本当に私は、これは、言おうかどうか迷ってたんだけれども、一個、もし、その施設内、施設がどこかとか、全部隠してくれたら言うんですけどって言って、あ、全部隠しますよって言って。で、聞いたのは、その人は、先生でも何でもないんですって。医者でも何でもなかったって言って。どう入ったかわかんないですよ。どう、その、医者ってみんな信じきたかわかんない。その人もともと、神社の神主なんですよ。ある場所の、都内でないところの。神社の神主で、ちょっとボケてしまって、代替わりするんですよね、次の代に。そしたらボケっていうのがどん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 ひどくなって、最終的に人のことを恨んでいって、あ、なんで俺からあの神主の座を奪うんだよって自分が譲ってるのに言ったりとか、すっごい人を恨むようになって、その、呪法っていうのを学び始めて、元々覚えてたのかわかんないけれども。で、来る人来る人に誰か人を呪いたかったり殺したかったり縁切ったりないのって言い出して、もううちじゃどうもできないからって言って、その当時のそこの施設のオーナーだったかななんかと仲良かったから、ちょっと面倒見てくれないって言って、その神社のことは隠して言ってたんですよ。だから先生って言ってたのは、多分その人が勝手に言ってたんでしょうけど、話を聞いて聞きやすい状況にしたかったから多分神主って言わないで先生って言ったんですけど。だから、人を呪うとかなんとかのかって言って入れられたその施設の中で自分が神社でやってて送られた理由になったその呪いをやっていてそれをしかも実行していたんじゃないかってでその紙って残ってるんですかって言ったらいやもう全部神社じゃなくてお寺に行ってもう神社が怖くってそれからお寺に行って全部お立ち上げしてもらったって言ってでお立ち上げするときに気づいたんですけど裏全部お札やったんですむちゃくちゃ書いてて見たことない気味悪いお札で、もうその時にゾッとして、私らもちょっとトラウマで、時々あの人のことを思い出したりするんです。っていう、そういう話。2週間ぐらい取材をしましたね。でもちゃんと自分とこでも話してるし、なんですけど、多分こんだけきちっと話したのって初めてだと思います。いや、なんだこれ。なんでしょうね、こう、ジャンルで言うと、人コアになるんですかね。なんですかね。なんかあんまり、僕も聞いていく中で、その、まあ、奥さんのお友達もそうだし、うん、その、院長、こう、ちょっと、あの人も聞いたし、あと、実はご家族にも話聞いてるんですよ。で、たまたま、連絡したら、僕らのチャンネル見てるっていうので、なんか結構簡単にお話も聞けていろいろしてたんですけど、なんかやっぱり僕は、
現場主義とか言うわけじゃなくて、真実が知りたいから、同じね。語ると同じ。知りたい。真実を知りたい屋敷だから。だからまあ、いろいろ回ってる中で、やっぱその人の顔とかも思い出しちゃうので、泣いてたりとかね。泣いてる人何名かいたので、そういうのを見るとなんかちょっと気持ちが落ち着くまできちんと話せないんですよね。それってプロとしてどうなんて思ったりもするかもしれないけれども、でもあれから結構時間も経って、で、岸本さんとかの前でも話して、岸本さんも受け入れてくれたりとかこの話をっていうので、まあきちんと話せる、今メンタルだから話せれたっていう、だからもしかしたら次話すときは結構端折って話したかもしれないし、でもこれが全部です、実は。もう完全、他隠してることないと思いますね。あったかな言ってないこと。でも、うん、全部言ってると思います。完全版。ほぼ。はい。なんでしょうね、この、医者だっていうところに、もちろんこう、引っかかりもあったんですけど、最終的にはやはり医者ですらなく、で、まあ、まさかの聖職者、神主さんであったと。で、紙を書かせていた、それはお札であった。まあ、なんかいろんなタブーを、こう人間界のタブーも、まあ、神仏に対するタブーも、いろんなものをまたいだ先に、自分はもうやめたい、死にたい。まあ、ちょっとこう、身勝手な人だなっていう印象が先に来ちゃったんですけど、でも、あれなんですかね、やっぱり人間、こう、ちょっと先の未来、なんか自分の希望みたいなものを書いたりすると、一瞬晴れやかになって、ちょっといい傾向が見られて、そこからまた狂っていってしまう。いやー、なんだかこう、呪いっていうものをまじまじと教えていただけたような気がしますけど、早瀬さん的にはその神主さんの動機というか、なんでそうなっちゃったのかなってこう想像に及ぶところってありますか？やっぱり、その、ちょっと病んでいってて、その神主、もうあんまりですよ、その、結構ね、神主さんとかとも話する機会がちょこちょこ増えていってて、ずっと、人に対して生きたりとか、ずっと人のために、人のことってずっと考えていると、どっかでおかしくなるらしくって、山こもったりするらしいんですよ、急に。多分、ね、なんかいるかもしれないですけどね、知り合いとかで、お寺とか神社とかで、人のためにむちゃくちゃいい人やな、この人っていう人が、急にバクって来るって、ほんまにおかしくなって、人のことを恨んだりするんですよ、そんなにずっと愛したのにみたいな。多分その類、じゃないかと思います。いや、それ黒子も結構心当たりあってですね、やっぱりあの林さんほどではないですけど、こういわゆる宗教家の方々のご縁っていうのがいくつかこうあるんですが、山伏さんがおっしゃってた言葉がすごく印象的で、うちの山はね、まあお坊さんも神主さんもいろんな方がこう登りに来るんだよ、でもね、人間社会で何かがあって来た人と何もないけど山に来てみた人とかみんな顔が違うんだよ。で、特にね、神道の道、神の道にぐーっと行った人ってバカな顔になるんだよね、どんどんとこう言うんですよ。もう目が違うんだよ、目が。あとね、なんでかわかんないけど顔に覇気がなくなってくんだよね。人じゃなくなってくってああいう感じなのかな、なんてことをおっしゃってたことを今こう急に思い出しまして、もしかしたら腕の立つというか、本当に真摯に神道に向き合ってこられた神主さんだったかもしれないですよね。で、僕が、山、結構その取材してる時期、ハマってる時があって、その時は、元神主さんで、その人辞めた理由が、何もないと気づいたからって言ってました。悟ってるな、なんか。その、まあ、その人あれですよね、その帰りがあまりにもないみたいな。そういうことって願うことじゃないじゃないですか。宗教とか信仰とかって別に帰りがなくって自分が思うことやから。だけれどもあまりにも本当にきつい時がずっと続いてて、家族関係とか友人関係とか、その時に何にもしてくれないじゃないっていうので、人との縁を絶って山こもってるんですって。森とか動物の方が全然やってくれるわ、いろいろって言ってて。多分そういうのもあるのかもしれないです。全員が全員そうじゃないし、その人がどうかも分かんないし、そうかもなっていうだけなので分かんないですけどね。いやー、なんか人間の行き着く先というか何もない。いやー、すごい感覚だな。早瀬さんの体感的に、一般のお仕事をされてる方々の、ちょっとこう、尖ってるなっていう方と、宗教家でこう尖ってるなっていう方って、やっぱり違うもんですか？
どうでしょう。どうだろうな。その、宗教家で尖ってる人とそんなに、あ、でもこの間あったか。ですけど、一般企業僕はあんま知らないんで、その、社会人歴がその一般のがないんですけど、それこそそのテレビとかの裏方やと、自分本位の人がむちゃくちゃ多いんですよ。超自己中だけど天才みたいな人が多くって、人使いもむちゃくちゃ荒いし、ただ超天才なんですよ。本当にその人が考えられること他に考えられ、他の人は考えられない。だからこそ重宝されてるけど、この人が能力がなくなったらマジでこいつ人間として価値なくなってまうんちゃうかって心配になるぐらい、むちゃくちゃ人付き合いというか人使いが荒くって。で、僕がこの間お会いした、尖っているというか、ちょっと、変な宗教家の人は、ちょっと違ってて、世の中を変えたいみたいな、結構土台、人のことなんですよ。なんですけど、そのやり方がちょっと、みたいな、無理やり入れるみたいな。なんかその人が言ってたのが、もし、ある人が、電車で、ね、ホームで人待ってて、で、具合悪くなって、ふっと落ちそうになったら、線路に。手を引くでしょ？強く。許可取る？手を引いていいですか？って言って、ぐっと引くかい？って引かないだろう。俺は、今お前らが、線路、ホームで頭ぐーっとなって線路に落ちそうなの分かってるから無理だり手を引いてやったんだろう。それを文句言うってむちゃくちゃ言ってるって分かんない。じゃあ許可取った方がいいかい？って言われて、その目が本当に怖かったんですよ。パワープレイですね。でも、なんか言ってることは分かっちゃう気がしますね。なるほど。それは怖いわ。真剣に言ってるんですもんね。むちゃくちゃ本気でしたね。それでも面白い例えですね。あ、確かに本当に今にも落ちそうな人いたら、いいですかとか言ってらんないですもんね。それが自分には分かってるから、ぐって助けてやってるだけなんだから文句言うなと。むちゃくちゃな人がいるな。いやー、尖ってますね。面白いな。いや、さすがにいろんな人に会ってますね。会ってますね、結構ね。公式オンラインショップマロカレ堂にて公式グッズ好評販売中。わあ、面白い。これもちょっとまだまだお話をお伺いしたいところなんですが、いや、今回のこのお話なんでしょう。結構こうお化けが出るとか幽霊がとかなんか霊障がとかっていうのが全くない、こう、純粋な人の狂気のお話でございましたけれども、ぜひ皆様のもですね、コメント欄等で感想と教えていただきたいところでございますが、概要欄にですね、としぼりさんのチャンネルも貼らせていただこうと思いますので、ぜひそちらで、黒子同様にご愛顧いただきたいところでございます。ということで、本日のスペシャルゲストは、としぼりずの早瀬康弘さんでございました。早瀬さん、今回もありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。